どうも高木みつるです。そしてどうもワニです。はい、ということで今回はワニさんのお宅にお邪魔しています。いらっしゃいませ。ワニさんの家もうご存知の方がほとんどだと思うんですけど、非常に生き物がたくさんいます。で、珍しい生き物もたくさんいるんですけど、全体的にワニさんおすすめのピックアップした生き物を見せてもらおうと思います。お願いします。お願いします。こちらにね、俺が沖縄で捕まえてきて飼育している赤股っていうヘビがいるんですけども、高桐さんといえばヘビ、ね、よく捕まえてらっしゃるじゃないですか。はい。赤股まだ捕まえたことないですか？いや、さすがにないです。これ、この子すごくいい子なんで、ちょっと捕まえてみてほしい。ハンドリングしてみてほしいですけどね。うわぁ、おぉ。いやいや、そんな近くないでしょ。うわぁとか言ってる。ダメなんですよ。え、あんなにヘビ捕まえてるのに？そうなんですよ、あんまり触れないんで。あ、ちょっとこういうのしないとちょっとね。うわ、ほら、もうガンガン来るから、ほら、ガンガン。うわやば。これはあの沖縄にいる赤股ですね。うん、ここのヘビもね、超かっこいいんですけど、はい、超荒いんですよね。うわ、でかっ。おお、これスマトラブラッドパイソンっていう、まあブラッドパイソンなんですけど、はい、これフルブラックっていう、めっちゃ黒みが濃い、ちょっといい子なんですよ。あ、そうですね、黒いですね。そう、まあ、男の子なんでね、やっぱ黒に憧れちゃうんですよね。ああ、そうですね、僕も黒い、まあ、スマトラブラッドって結構あ、おお、あの、でっかくなったら真っ黒になる子多いんですけど、はい、このサイズでこんだけ黒いのはなかなかいなくて、そう、なかなかいなくて。なかなかいなくて、はい、非常にちょっとまあ高かったんですけど、めちゃめちゃかっこいいヘビです。激荒ですね。うん、怖い。あ、ワニさんでも怖いんですね。怖い、ちょっと怖い。こいつの餌やりが一番緊張するかもしれない、俺。あー、なるほど。なんか他のヘビはなんかもうちょっとゆっくりこう食いつきに来るんですけど、こいつだけもう、はい、めちゃめちゃ速くて、見えないレベルで速くて、シュンって一瞬で食いついてくるんで。怖い。でもかっこいいですね。そう、かっこいいっすよね。この柄も好きです。いや、すごい。おすすめです。おすすめ、はい。こちらね、我が家で2番目に高かった生態で、はい、水オオトカゲのメラニスティック、はい、もうカラスヘビみたいな、カラスオオトカゲなんですよね。かっこいいですね。めっちゃかっこいいでしょ。かっこいいですね。レオパぐらいのベイビーの頃から飼い始めて、結構大きく立派になってくれましたね。まだまだ若いですけど。そんな大きくなったんですか？そうです、もう1メートルはいってるかな、尻尾の先まで含めたら。あー、すごいな。でかくてかっこいいんですけど、可愛さもありますね。そうなんですよ、まだね、可愛さもありますよね。はい。うわっ、こうやってスキンシップもしてくるんでね。そうですね。ね、可愛いでしょ。可愛いですね。スキンシップが、スキンシップ、ね、おお。ベタ慣れですね。ベタ慣れです。こちらが我が家で一番高かった生態、水元だけの、はい、T プラスアルビノ。いやー、すごい。神秘的でしょ。神秘的ですね。美しくて、さっきのよりは大きいんですね。全然大きいですね。いや、すごい。こっち来ないかな。おう、いつもこのトングでご飯あげてるから。あ、そうなんですか。はい、じゃあメイさんもらえると今思ってる。あ、かわいい。ピロピロしてかわいいですよね。ね、ほら、これが餌だよ、これが、これが餌だよ。食われます。いや、なんか顔はちょっと恐竜みたいな。うん、いや、でもかっこいいしかわいいですね。そうでしょ。いや、すごい。油断するとやばいですけどね。 あ、そうなんですか。うん、これ使われたらやばいっすよ。確かにこんだけでかいとね、うん、顎の力とかもすごそうですね。結構首振るし、こうやって。ああ。油断大敵。いくら慣れてると思っても油断大敵ですよ。いやー、すごいです。こちらは我が家で飼育してるワニ。ワニですね。ブラジルカイマンっていう、
まあワニの中では小型な、最大でも 1.5 メートルぐらいしかなんないワニです、はい、これで小型なんですか。全然まだまだ、だって今70センチくらいしかないから、あ、全然もっと大きくなるけど、いやすごいな。やっぱ他のアチルとは全然もうこの牙とか、そうですね、違いますからね。あ、でもよく見ると可愛い、ね、あ、そう、結構可愛い系の顔してるんですよ。そうですね、うん、本当はもっといかちい顔したワニが欲しかったんですけど、さすがに個人で飼えるレベルがなかなかないんですよ。そうですね、いやすごい、この体もゴツゴツしててやばいっすよね。かっこいいですね。男のロマンですからね。いや、飼っとかなと思って、もう飼えないけど。そうですね、いやすごい、まさか見れるとは。ブラジルカイマン、こちらは我が家のワニガメですね。いや、すごい。あ、動いた。お、顔見せてくれるか。あ動きはすごいゆっくりなんでね。あ、意外と可愛さもあったりするんですけど、ちょっと顔見せてもらいましょうね、顔をね。あ、嫌がってる。あいやすごい、ちょっと想像してたよりも大きかったですね。え、でも全然ちっちゃいですけどね、こんなのまだね。あ、そうなんですね、うん、いや恐ろしい、この顔ですよこれ。岩みたいですよね。岩みたいですね。最大で高調多分80とかそんぐらいになると思うから、この子まだ20ちょいしかないですよ。はい、全然ちっちゃい。すごい。動画で結構見させてもらってるんですけど、うん、その動画で見るよりは全然大きいですね、生で見ると。普通のカメの基準から考えるとクソでかいですよね。ああ、そうですね。おお、超活発だな。いやーすごい、いやもうこの顔がやばい、かっこよすぎる。いやー、ワニガメですよ皆さん。はい、特別に出していただきました。そう、なんだろうな、特定動物なんで人に触らせることはできないんですけど、こうやって出して ね、生で見せることができるんで、こうやってちっちゃい個体だったらこの甲羅の後ろの部分をこうやって持てば持てて、はい、でかいとここだけじゃ支えきれなくなるんで、この首元のここ、はい、ここまでは顔が来ないんで、こうやって持つ感じになりますね、はい、いやすごい、いやもうこの口ですよ、口やばいですよね、これはやばい。もうこれ噛まれたらひとたまりもないですね。やばいでしょうね。ね。いやでもかっこいいですね。そう、こんな甲羅の形したカメ他にいないからね。うん、いやそう、甲羅もかっこいいんですよ、岩みたいでゴツゴツしてて。あ、もうこれ口開けてるのは怒ってるってことですか。怒ってます、完全に怒ってます。ずっと怒ってます。やるぞって感じですね。それで足も痛そう。爪が、そう、あー確かに、ここうまいこと持てば、まあ、爪が届かないんですよね。あー、なるほど。そう、かっこいいけど。はい、これはもう最近のワニさんって言ったら、そうエミューですね。ここに突っ込んでください。あ、はい。うわー、すごい、もうだいぶね大きくなってきましたね。まだ3ヶ月のヒナなんですけど、はい、もうそろそろこのケージで狭くなってきた感じですね。いや、これで3ヶ月なんですね。そういや、動画も見させていただいてるんですけど、うん、最初あんなにちっちゃかったのに。そうっすね。あんなちっちゃい卵が出てきたのに、もうだいぶ大きくなって。ほい、お、すごっ、捨てた。結構食うの下手なんですよね。ああ、いや、すごいな。ちこい。ビビって初めて生で見ました。あー、でかいエミはなんか動物園行ったら見れるですけど、このサイズの動物園で展示されてるとこってないから、はい、そうですね、なかなかね、ヒナは見れないですよね。いや、貴重ですよ、これは。いや、可愛いですね。こういったらもう、世話が大変でね、毎日めちゃめちゃ野菜食うんですよ。はい、1日2回、もう餌入れにこんもり入れた野菜を与えてて、あー、その分、糞もビジャビジャいっぱいするし、はい、床材の交換も毎日やって、大変ですよ。うちで一番手間かからいきますね。正直、あのエミューを飼育しますっていうのを、その動画で見た時にびっくりしたんですよ。普通の人はやんないから。そうですね。
重な映像です。この子ちょっと足が悪いんですよ、今。ああ。病院通い中なんですけど。一応歩きはするんですけど、ね、ちょっと歩きやっぱぎこちなくなっちゃうんですよ。はい。あ、鳴き声が聞こえた。結構鳴くんですよ、ね、って。あ、かわいい。あ、かわいい。おお。いやー、ありがとうございます。ヤシガニです。ヤシガニ。最強の甲殻類と言われるヤシガニ。このハサミの挟む力がね、甲殻類で一番強いらしいですね。確か90倍でしたっけ。そう、自分の体重の90倍で、はい、この子は 1.4 キロぐらいあるんで、まあ、100キロぐらいは迫力あるっていう感じですね。リンゴとか余裕ですね。リンゴ余裕のはずですね。いやでっけぇ。でかくてかっこいいけど、はい、この色が美しいですよね。確かにこれちょっと動画だとあれなんですけど、結構青っぽいっていうか。そうそうそう、美しいでしょう。美しいですね。これでもちょっとはヤシ柄の粉とかで汚れてますけど、それでも十分ね、この粉とか、はい、すごい美しいね、ヤシガニちゃん。非常に危険ですんでね、皆さん危険ですね。これうちで3番目ぐらいに危険な生き物かもしれない。ワニガメとワニの次に。はい。指なくなっちゃいますからね。いやこれですね、これ。いや恐ろしい。かっこいい。大名ザザミですね。完全にそうですよね。こちらベトナムのグリーンイグアナのブルーですね、はい、もうすごくね、慣れてて、ね、こうやって浮いてうおアイドルスキンシップがね、激しい。スキンシップがそうですね。そうなんですよ。素直じゃないんですね。ツンデレなんですね。そうですね。そう、あ、でも綺麗ですね。そう、青が綺麗でしょ。綺麗な個体を買ったんですけど、ちょっと心は綺麗じゃなかったっていうかな。ちょっとまだ素直に、まだちょっと素直になれない。そうですね。グリーンイグアナ。グリーンイグアナのブルーです。こちらね、丸胸枯葉カマキリというカマキリなんですけれども、はい。めっちゃ面白くないですか。ね。この葉っぱのさ、葉脈までさ再現されてるこの機体の完成度。ね、いやー、これはもう。生で見ても分かんないですね、落ち葉に。分かんないですよね、本当にね。絶対分からないですね。この子はメスですね。あ、メス。メス。で、オスがちっちゃくて、はい。これがオスなんですよ。あー、はい。あ、本当ですね、全然違いますね。そう、でもオスも結構枯れ葉してますよね。確かに、これも分からないですね。そう。そのうちもうね、2匹とも今成虫になったんで、交尾させて繁殖とか狙いたいなと思ってるんですよね。はい、あー、楽しみですね。学校のカマキリもいいっすよ。あ、もう今年迎えようと思ってるんですよ。おお、いいっすね。はい、花カマキリとかちょっと。花カマいいっすよね。はい、あれ結構安いし丈夫だし、はい、その割にめちゃめちゃ綺麗だから。こちらが世界最大のカエル、ゴライアスガエルでございます。いやー、すごい。まだ全然ちっちゃいね、ヒガエルぐらいのね、大きさ。そうですね、若い個体なんですけど、これから成長してね、大きくなってくれたら足先含めると全部80センチくらいまで成長する。わけわかんないですね、カエルで80センチは。このサイズでももうすでに跳躍力が半端なくて、多分1メートルぐらいをジャンプしちゃうんですよね。だからこのクッションっていうか。そう、そうですね。ケージ全体にクッションつけて、もう頭ぶつけたり怪我しないようにして、はい、慎重に飼育しております。いや、これからが楽しみですね、これは。そうなんですよ。今度こちらが世界最大級のゴキブリ、鎧モグラゴキブリさんですね。いやー、オスがでかいかな。出て足のトゲがね、ほんとカブトムシクラスにトゲトゲしてて、はい、結構痛いんですよ、変な触り方すると。うわ、でけえ。羽も生えない種類なんでね、あんまり気持ち悪さがないですよね。そうですね、かっこいい。動きもゆっくりだし、ゴキブリあんま気持ち悪いと思わないんですよね。あ、なるほど。むしろ好きなんですよね。この裏側とか見ると結構ね、ゴキブリゴキブリしてるんですけど。全然俺としてはね、かっこいいなって思う。かっこいいですね。なんか確か繁殖するにはユーカリでしたっけ、そうサザでしたっけ、ユーカリの葉っぱが必要らしくて、だからこれユーカリの葉っぱなんですよ、これ。はい、わざわざユーカリの葉っぱ生えてるとこから拾ってきて、餌用にね、保管してあるんです。こちらがピパピパというね、アマゾンに生息するヘンテコなカエルなんですけれども、そ
超薄いですね。ぺっちゃんこなんですよ、うん、まあ、和名があの平田こもりガエルっていう名前なんで、その名の通りぺっちゃんこで、で、はい、オスが卵をこの背中に埋め込まれて、はい、そこでもう子供が孵化してこう育って出ていくっていう、まあ、子守をするカエルなんで平田こもりガエルって言われて、その卵生まれ、はい、卵を埋め込まれてる様子がめちゃめちゃキモいんで。あ、そうなんですか。そう、ちょっとググってほしいんですよ、みんなに。はい、塩型恐怖症の人たちを卒倒するようなカエルですね。水かきもめっちゃ発達してるんですね。そう、もう完全水性のカエルなんで泳ぐ感じですね。でこれね、手の先っちょがね、はい、まあ、見えるか分かんないですけど、よーく見ると指の先が星の形してるんですよ。はい、でこれ、あ、はいはい、そう、感覚器官になってて、この星のところにこうちょいって当たった時に、はい、その獲物を認識してパッと食べるって感じですね。あ、面白いカエルですよ。面白いですね。ピパピパ生きた魚だけ食ってます。こちらペルビアンジャイアントセンチピードというね、世界最大級のイカでございますね、はい。まあ、言ってもまだちっちゃいんで、この俺の指と同じぐらい、まあ、俺の指よりは太いか、はい、長さも多分30センチあるかないかぐらいなんですけど、はい、まあ、それでも普通のムカデからしたらね、めちゃくちゃでかいですね。マックスどんぐらいなったでしたっけ、ユントさん。40っていうあれもあります。まだまだ、うちのが今36ぐらいなんですよ。あ、結構でかい。太さは親指より太いんで、もうこれもっともっと落ち着しますよ、こちら。これから楽しみなムカデです。そうですね。あ、動いてる。おー、すごいすごい。こちらが、うわ、世界最大のコロギス、リオックですね、うん、これはやばい。確かに顔アンパンマンみたいね。え、似てるよね、アンパンマン。ほんとアンパンマンそっくり。意外と顔がね、目がつぶらでキュートなんですよ。あ、結構ジャンプ力やばいっすよ。行くかな。いや、怖い。うわ、でっけー。スプーンのねところがそこでしょ。やばいな。肉食のね。そう、そうですね。カマキリとか結構硬いけど、あれものバキバキ食べちゃうからね。うわ、噛み砕いて。すごい。でこれが増えたんですよね。そう、この子がお子さんを産んでくれて、今ね絶賛育てている最中なんですけど。でっけー。こちらがリオックのベビーです。かわいいっすね、リオックの赤ちゃん。まだ2例ですね。1回脱皮してちょっと色もついて、はい、体型もリオックの大人に近づいた感じの。あ、生まれたてはもう全然真っ白なんで。はい、あ、そうなんですね。そう、まだちっちゃいですね、このぐらいね、俺の親指これだから。これぐらいだってやっぱレッドローチとかですか、餌は。そうですね、もうレッドローチの初例とかを、あ、あと、あ、昆虫ゼリーとかあげてる感じですね。あ、でもいいですね、基本雑食だから昆虫ゼリーでもいけるっていうのは。そうそうそう、ゼリーも結構食べてくれるんですよ、意外と楽。これがあんな大きくなるんですね。そうなんですよ、触角長い。確かに、いや、直種類だからやっぱ触角クソ長いんですよ。いつもこれ蓋するときに触角挟まないように気をつけて。あ、なるほどなるほど。こちらが我が家のね、アルビノのシルバーアロマナでございます。アルビノ、そう、アルビノなんですよ。よく見たら目赤いですよ。あ、生で見たら分かりますけど。いや、これが部屋入ってすぐのところにあるんですよ、この大きい水槽があって。180センチ水槽ですね。いや、すごいですよ、これ超でかいです。いや、憧れなんですよね、大きい水槽をリビングとかに置くのが。いや、そう、俺もそれが憧れで、はい、だからもうこれが置きたくて一軒家買ったっていう感じありますね。あ、そうなんですか。でも一軒家じゃないとやっぱこのサイズって置けないし。そうですね、床下の補強とか必要なので、賃貸の家じゃ完全に床下の補強できないから、はい、家を買うしかなかったですね。いや、おしゃれですね。あります。はい、というわけでマリさんの家の生き物を見せてもらいました。まあ、もっとたくさんいるんですけど、ちょっと時間の関係で一部になりましたけど、いい映像を撮れました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、ワニさんのね、チャンネルの方を見ていただくと、まあ、いろんな生き物載ってますんで、ぜひご覧ください。ということで、今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。